この公演は3年生にとって最後の公演なので、ぜひ見ていってください。ただいまより市立前橋高校演劇部相馬ルナ作白を上演します。貴様、これがどれほど深刻な状態か理解していないだろう。してます。私は何回も勧告していたはずだ。そもそも曲全体の16分音符、細かいメロディーで幻想を表しているのにビシバシってどうするんだ。なんて教えたか覚えてんのか。右手は綿飴のようにドルチェ、そうめんのようにレゼロ。そう、それと43小節目、アルペジオをあえて両手で弾く意味、ちゃんと言ってよ。分かってます、分かってるんです、分かってるんです。おう、まあそうだよな、何回も言ってることだしな。うん、俺は褒めて伸ばすスタンスだからもう何も言わねえよ。すみません。まあ、なんていうか、そんな落ち込むなって、全部が悪いって言ってるわけじゃないんだよ。いつもみたいにポジティブに行こうじゃないか。でも感情がこもりすぎちゃうところ、ここに来てからずっと治ってないんですよ。お前のそういうとこ評価してくれてる人もいるんだよ。あとはうまく武器にできれば完璧なんだけどな。僕もそう思います。じゃあもう一踏ん張りだ。そうは言っても、弾いてるうちに自分が自分じゃなくなっていくんです。目の周りの血管がドクドク言って、まばたきさえも忘れるあの感覚、ああもう最高。お前やったな。ああ恥ずかしい。ああ恥ずかしい。知り合いならまだしも、初対面の人におんの姿、別にもう会わなきゃいいだけだし。いや会うから。は？俺がお前に合わせようと思って呼んだの。嘘。残念だったな。再会が楽しみだな。うんうん。え、じゃあ連れ戻さなきゃじゃない？あ。最高か。どうしたら治るんだろう。早く治さなきゃ。いや、直す必要なんてない。だって、それが僕の味なんだから。で、はあ、なんでうまくできないんだろう。不良品か。あいつらが言う通りだな。それで、お前があの時、鍵盤ぶっ壊したんだっけ。ちょっと調律に移っただけですって。そもそも先生があそこであんなことするから。もうちょっと空気読んでくれよ。ん？なんか言ったか？戻ってくんの早すぎ。いいか、このシーンはだな、良い結果が出ずに塞ぎ込んでしまう僕、そこに静かに歩み寄ってきた先生が僕の肩に手を置き歌うんです。上を向いて歩こう。ああ単純に不快だ。思ってたよりも重症そうね。こいつの主人公補正妄想というのは昔からだから。でもそのくらい癖が強い方が調教しがいがあるってもんよ。調教？それはさておき、さっきの脳幹とすると初めましてかな。どうも、松尾美久でーす。おー、全日本で金賞取ってオーストリアに飛んだっていう。私のこと絶対知らないと思ってたわ。はい、これご褒美だ。え、柔らかササミ&ササミビーフジャーキー。ミフラお前の演奏にハイスを惚れ込んだみたいだよ。え、僕を？そうそう、そんでぜひお前とデートしたいってこと。そんなにビッグラポン？いや、ちょっと持った。ほら出た、最近の子はすーが丸からな。バレる、バレる、キモいんだよ。はい、もしもし、こちらオナヤピアノスクールです。はい、ご新規のお客様。え？
今から計画ですか？いえいえ、とんでもないです。電話番号。はい、西園寺様。じゃあ、やりましょうか。いや、展開早くないですか？ダメでいいわよ。苦手なんでしょ、敬語。よくわかりましたね。君みたいなプライド高いタイプは、基本自分が上だと思ってるからね。いや、そんなことないですよ。やだ、図星かわいい。やめろって、ください。敬語ぐらい話せますから。ま、どっちでもいいけど。それで、始めるって言ったって何にも詳細聞いてないんですけど。もう、先生たら何にも話してなかったのね。あんなんでよく経営できてると思いますよ。まったくその通りだわ。昔から変わんないわね、あの人は。昔からって、ここに所属してたんですか？ああ、結構前の話だけどね。っていうか、全然時間ないし、手短に話すわね。はい。こんばんは。1ヶ月後のミクお帰りコンサート。君は期待の後輩くんとして2曲一緒に演奏してもらうわ。曲は交響曲大工の4楽章、それと優しさの繊維ね。結構やばいのぶっ込みますね。おじけついた？いや、まさか。そうかなくっちゃ。それじゃあとりあえず頭からいくわよ。はい。お前ら、勝ち取ったはどにゅうかい。母親があんな金持ちなんだもんな。シャネルにバレンシアがイブサンローランだぜ。巻き巻きに巻き上げるぞな。って、どうした？この子、想像以上だわ。いろんな意味で。すみません。その様子じゃ、あんまりうまくいかなかったみたいかな。てか、もっと前からデュオの話出てたんだろ。なんで言ってくれなかったんだよ。いや、あの、ほら、前にさ、お前、追い込まれるのが好きとか、なんとか言ってたから。は？言ってない。俺はいつから魔女になったんだ。絶対今日まで忘れてたろ。まあまあ、あと1ヶ月あるんだし、いけるいける。聞くな、僕なんだぞ。失礼します。ミクさん、そろそろお時間です。オッケー、今行くわ。18時からインタビュー。その後に撮影が入っています。撮影？こんな遅くにか。うん、YouTube のやつだから何時でもいいのよ。相手の予定がこの時間しか空いてなかったの。そういえばクラスの子が言ってた気がする。すぐ準備するから表に車止めて待っててちょうだい。かしこまりました。失礼します。お前のマネさんちょっと変わった。そう？彼女基本はあんな感じよ。なんか、ザ・仕事人って感じですよね。でしょでしょ、どうも分かってんじゃない。まあ、仲良くやってるなら何よりだよ。あ、そうそうそう、京都ってやつ、LINE に送っといたから、後で見といてね。お、サンキー、まあまた連絡するわ。オッケー、こうもちゃんと練習しとくのよ。じゃ、See you。 さてさて、どこまで進んだ？頭。それマジ？ 2 時間やって？出だしのレシャープから、やばい。これ完全に僕が原因です。ソロなら弾けるんですよ。先生だって知ってるでしょ？まあな、悪くはない気はするんだが。弾けないわけじゃないんです。僕と松尾さんのその演奏。でも、これをお客さんに聴いてもらうとなると、無理です。そんなことできません。あと1ヶ月もあるんだし、いけるいけるって励まそうとしたけど、これ相当やばいぞ。はあ、ため息したってしょうがないだろ。やるぞ。その言葉、そっくりそのまま返す。松尾さんのお帰りコンサートはこの日だな。
14。よし、やるぞ。あ、そういや、呼ばれてたんだっけ。きっと疲れてんだよ。そろそろ時間だろ。帰ってゆっくり休めって。でも焦る気持ちはわかるけど、音楽をやればやるほど結果が出るってもんじゃないだろ。まあ、それに今のお前はただでさえいろいろストレスを感じてるんだ。ちょっとは自分を甘やかしてやれって。そうですよね。それにほら、そろそろシオンのやつが。あいつはなんつう言葉遣いしてんだ。あの自販機新しいのに変ですね。ああ、ここが閉まるから運転停止してんだよ。壊れたって勘違いしてんだよ。じゃあここ閉めとくんで先下行っててください。悪いな、頼むわ。帰るか。コウ君、ロビーで待ってろって言っただろ。でもいつもより2分も遅いよ。先生と少し話してただけだよ。コウ君に何かあった時にはその2分が命取りになるんだよ。何それ、母さんの振り。コウ君が心配なんだよ。気使わなくていいから。みんなコウ君のことを大切に思ってるのに。みんな、やわけないだろ。あいつらは世間に見せつけたいんだよ。家族で支え合ってますってな。ない。そうだよな、姉ちゃんは本当に大切にされてるもんな。コウ君だってそうだよ。姉ちゃんは何も知らないから、わからないからそういうこと言えんだよ。僕はいらないんだってさ。え、結果も残せないようなやつは息子じゃないって。父さんも母さんも僕に期待なんかしてない。どうせ姉ちゃんだってそうなんだろ。こうやって迎えに来たり過保護なことしてんのもあいつらと同じで心配してるふりだろ。まあこっちからしたらそういうのやめてもらった方が平成するんだけど。私はコウ君の味方だよ。僕のことはもうほっといてくれよ。お前ら犠牲者だけで家族ごっこしてればいいだろ。シオン先生、ご無沙汰しています。その、大丈夫か。はい、先生もご元気そうで何よりです。いや、そうじゃなくて、
なんだ、ほらあいつ今追い詰められてるからとっさにトゲがあることを言っちゃっただけだよ。はい、お気遣いありがとうございます。まあお前らの家庭の事情は分かってるつもりだからさ、相談したいことがあればいつでも聞くから。ありがとうございます。じゃあ帰るか。次は戸塚、戸塚、お出口は右側です。次は戸塚、寝てた、戸塚、どこだよ。とにかく降りなきゃ。どこだよここ。36件、こういうのもいいって。とにかく戻らなきゃ。次は10時ですよ。ありがとうございます。いえ。どうぞ。はい、その間違っていたらごめんなさい。森村光さんですよね。はい、そうですけど。やっぱり。すみません、どこかでお会いしましたっけ。さすがに覚えてないよね。飯塚に滝中で一緒だったんだけど。滝中で飯塚。ああ、ごめん、覚えてない。まあ、途中で転校してっちゃったし、覚えてないのもしょうがないと思う。いやいや、僕もさ、人のことを覚えるの苦手だから。あ、その荷物、バレーのでしょ。そう、持ち帰ってシューズ手入れしないといけないの。そうなんだ。僕の知り合いもやってたけど、シューズ洗ってるとこなんて見たことないよ。それは、もしかしたら縮んじゃう素材なんじゃない？そういうのがあるんだ。てか、こんな時間まで練習？終わったのはもっと前だけど。じゃあ、なんでずっとここにいるんだよ。そんなのお互い様でしょ。この辺りに住んでるわけでもないのに。電車乗り過ごしただけだよ。だと思った。後ついてるもん。後？どこ？ここ。ってことはピアノまだ続けてるんだ。あ、そうそうそう、最近うまくいかなくって寝不足だったんだ。言われてみれば顔色悪いかも。だろ。はあ、あと5日なのにな。なんか大丈夫？話くらいだったら聞くよ。むしろ何も知らない方が話しやすいと思うし。松尾美久って知ってる？松尾美久。美久ってあの超可愛いくせにえぐい演奏するで有名な美久？そんなこと言われてたのか。知らないの？今ツイッターで超バズってるんだよ。バズ？ああ、撮影ってこのことか。いや、ネットのことはよくわからないんだけど、その人と4週、ああ、つまりデュエットをする。さっきの5日後ってことは、あの囲んで3曲か連弾するってこと？そういうこと。僕は他人と何かをするってことが苦手なんだ。そもそもソロでもうまく弾けてないし。いや、子供の頃はさ、自分の演奏好きだったんだけど。まあまあ。この1ヶ月間、
全く松尾さんと会えてないんだ。思った以上に多忙でさ、毎日毎日 CD とにらめっこ。飛んでいいぞって弾いてみたら見たで、全くうまくいかない。ああ、もうどうしたらいいんだよ。じゃあ、私と練習する？え？私もあんまり上手に踊れるわけじゃないけど。いや、でも。だって、対面練習が足らないからうまくいかないんでしょ？もともとの性格もあるけどね。まあまあ、何事も経験、練習あるのみですから。そうだな。最後の追い込みも CD じゃ何も変わらないもんな。でもいいの、そっちだってそんな時間。私も大会近かったから練習したかったんだよね。そうだったんだ。飯塚のステージ見てみたいな。言ったでしょ、私の踊り綺麗じゃないの。いや、そんなこともあるよ。何でもないの、謝らないで。いや、でも。それより、何の曲弾くの？ね。あ、待って、当ててあげる。え、うん、なんで、急に？だって、ただ当てるだけじゃつまらないでしょ？楽しい人生は自分で作る。これ名言ね。誰の？もちろん私の。道理でバカっぽいと思ったよ。何それ、どういう意味？そのまんまだろ。うん、これからやるのはダブルスリーヒントゲームでございます。何それ？お互いに3つずつヒントを言って先に当てた方が勝ち。当たらなかったら？その時は1つずつヒント追加で。了解。こんな簡単なゲーム勝ったも同然だな。素人が随分名前聞いてくれるじゃない。ヒントはどっちが先とかないんだろ？そうだね。じゃあ、私から言うね。うん。ヒントは、思いやり、授け物、一番目。それってもしかして。いいから早く。うん。僕のヒントは、チャイコフスキー、眠れる森の美女、それと、妖精。とりあえず、せーので言おっか。そうだね。いくよ、せーの、優しさのせい。嘘、同じ？そんなことある？こんな偶然あるんだな。年齢層の問題か？まあ、一から合わせる必要なくなったし。ラッキーラッキー。そうだな。はい、とりあえず連絡先だけ。そうだね。よし、OK。じゃあ、また連絡するから。うん、気をつけてね。いろいろやばかった。暇だな。お待たせ。あ、待った？さあ、やるわよ。あいつはいねえよ。いない？あと3日なんていうのに。まったく、どこほっつき歩いてるのかしら。さあな。でも、あいつはあいつで考えてるみたいだぜ。何？これ、位置追跡アプリ？こいつの暗証番号、誕生日だから勝手に入れちゃった。変なとこ抜けてるんだよな。ていうか、どこ、ここ、戸塚駅？やめなさい。町おこし失敗、代表駅。
今流行りのストリートピアノに乗っかってみたものの見事に惨敗。何この駅、屋根茶色なのに柱緑とかダッシャすぎでしょ。やばいよな。いい加減にしなさい。ほら見ろよこの石像の目、完全に決まってるぜ。っていうか行っちゃうと牛臭そう。牛感じながらピアノ弾くやつなんかいねえやな。ああいたわ。え、こんなところで練習してるの？しかも一人いるみたいですよ。これが。いや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 、こうに限ってまさかね。そうそう、さすがに本番前に。いや、お二人とも何してるんですか？やっぱりね、心のケアも大切っていうか。心配になっちまうのが親心ってもんよ。この盗聴器、私の小屋にもあったけど。何がいいか？え、なんでもないです。あ、シオンはしてるの？それはもちろん、アイスはご立腹ですよ。え、まさか家族に行ってないの？だってこれ、3日もここにいるってことでしょ？いくら男性とはいえ、まだ未成年の身。親御さんは心配じゃないんでしょ？なるに決まってるじゃない。姉のシオンですらあんなになってるのよ。親ならなおさらよ。いや、それがそうでもないんだ。どういうことですか？俺も詳しくは言えないが、あいつはあまり親とうまくいってないんだ。コウの親ってことは、シオンのパパとママよね。あの、優しそうな。それはそうなんだけどよ。全然別人なんだ、コウの前だと。二重人格ってやつ？俺もよくわからん。コウ関係の時は最初の1回しか会ったことないしな。別に無視してるとかじゃないし、パッと見いいお母さんって感じはするんだが。え、ちょっと待って、あんたも一回？シオンの時は毎日送り迎えまでしてたのに。高校生で毎日送迎？それはそれでやりすぎかもしれませんね。そうなんだよ。あとシオンの課題曲には結構口出ししてきたんだけどな。その割こうの時には何も言わん。なんならコンクールも来ない。差がすごいわね。あのお母さんからは想像できないわ。女だから男だからとかそういうんじゃないと思うんだ。外面がそれなら家の中はもっとすごそうですね。まあこちらの想像でしかないですが。シオンがいるから阻害されてるとかはないはず。シオンもちょっと度が過ぎてる感じはするけどね。まあ家族愛強いのはいいことだけどさ。だから俺たちの子メンタルサポートは必須だと思うんだ。親の借りとまではいかないけど。そうね、奏者の内側って演奏に支障が出やすいし。なるほど、私感動しました。だろ、そんじゃ行くか。ええ。こう、12歳、運動会。この人たちいつからやってんの？宣言撤回でお願いします。でも
なんかいつもとちょっと違うし。そんなことないって。でもりんちゃん寝てるとき泣いてたよ。泣いてた？あれ本当はあくびかな。まだ気にしてるの？あの時のこと。どうなんだろうね。でも夢に出てきちゃうんだよ。だから忘れようとしたくても忘れられない。りんちゃん。だから無理に忘れないことにした。だって封じ込めようとするたびに思い出さなくちゃいけないんでしょ。そんなのマイナスな気持ちが増えるだけじゃん。そっか。それにあの時の私完全にプレッシャーでやられてたから。あの時の足はもう足じゃなかったね。何言ってんの。ごめんね。りんちゃんの中で解決しかけていたのなら言わない方が良かったね。うん、そんなことないよ。私一人じゃないんだって分かって嬉しかった。それなら良かった。何？あ、そろそろ来るっぽい。え、りんちゃん顔真っ赤だよ。やっぱり風邪ひいちゃったんだよ。ちょっと赤い。早く冷まさなきゃ。いや、冷ますっていうよりかはもう家に帰った方がいいんじゃない。あ、でもあと3日だし。それにこれ体調不良じゃないと思うし。そう？え？こっちもらい？多分。あ、私ももう迎え来た。とにかく無理はしちゃダメだよ。うん、ありがとう。じゃあまた明日ね。バイバーイ。バイバーイ。次は、戸塚、お出口は右側です。次。やろっか。え、どうしたの？顔赤いよ。今日はやめとく？全然大丈夫。これ生まれつきだから。全然気にしなくて大丈夫。うん。生まれつき？そうだったっけ？はあ、まあいっか。あ、っていうかあれ聞いてくれた？言われたとこ意識して弾いてみたんだけど。聞いた。けど、どうだった？悪くはない。気はするんだけどね。なんかなんか既視感感じるな、そのセリフ。この8分36秒のところ聞いてて落ち着かない感じがした。あー、ここね。確かこれの前に間違えて気が動転しちゃってたかも。聞いてて指が回ってる感じがしてヒヤヒヤしちゃったよ。気をつけます。私ピアノのことは大体しかわかんないから気にしないで。いや、今回のお客さん的には大まかな方がいいんだよ。言われてみれば確かに。もう本番まで時間ないから、じゃあここの2小節前ここからでいい？オッケー。なんか僕ばっかり練習しててごめんね。そっちの時はもうちょっと余裕持ってやろう。全然気にしなくていいのに。でもこの時は1日1000回が乗るまで。1000回？それじゃあ僕の指が弾け飛んじゃうよ。何それ、アフリカンジョークみたいな。なんか急に恥ずかしくなってきた。慣れないボケなんてするもんじゃないよ。ほら、やるんでしょ。もちろん。じゃあ行くよ。1と2と3と4と。コウ君、こんなところにいたんだね。なんで？コウ君のことなら何でも分かってるから。いい加減にしてよ。家にも帰らないで LINE の既読無視して。そんなんだからいつまでとっても一人よがりな演奏しかできないんだよ。そんな言い方、私の時にはこんなことなかったのに。なんで、なんで分かってくれないの？それはコウ君が事件に遭わないように塾のピアノ教室も毎日送り迎えした。コウ君がちゃんと学校に行けているか何回も先生と電話したよ。
こんなにコウ君のことを思ってるのに、まだ何か足りないの？はあ、ほら、またため息。私の前だといつもだんまり。でも、その子の前だと楽しそうに話すのね。どっちが本当のコウ君なの？いや、本当も何もないから。何それ？全部全部、コウ君がちゃんと生きていけるようにいろいろしてあげたのに、お母さんたちの代わりに、私が守ってあげないと。私が導いてあげないとって。姉ちゃんが大切に思ってくれてるのは分かってる。それに応えないとって今まで頑張ってきたよ。でも頑張った？頑張ったって何？まだ頑張れるよ。だってコウ君は私の弟なんだよ。私がしてきたことと同じことをすれば絶対成功する。だからちょっといいですか？何？一つ言わせてもらいますけど、森村のコロコロ聞いてますか？え？さっきから聞いていれば、やってあげる、してあげるって。森村の話、全然聞いてないですよね。聞かなくても、コウ君の考えていることなんて全部わかるよ。だってずっと一緒にいたんだから。分かってない。てか気づいてない。その愛情は、森村にとって重荷にしかなってないんですよ。そんなことない。さっきも言っていたでしょ。期待に応えたいって。分かった。分かったから。ごめんね。僕が悪かったよ。もっと頑張るからさ。分かってくれたならいいの。行こう。うん。ちょっと待って。何？まだ何かあるの？あなたじゃなくて、コウの方にね。ねえ、森村は確かに森村だよ。でもコウなんだよ。女の子と二人きりで遊んでた？違うでしょ？ずっと二人で練習してたじゃん。自分で言ったんでしょ？機械みたいに弾くのは嫌だって。あ？今の子はただの機械だよ。お姉さんの言う通りに流される。それは一番平和な解決法かもしれない。でもそれは表面だけ。そこに森村の心はあるの？コウ君にとって今は辛いことかもしれないけれど、将来言う通りにしていてよかったって絶対なる。私が見守っているから大丈夫。お姉さんのは見守ってるんじゃなくて見張ってるんですよ。コウはあなたの機械じゃない、コピーじゃない。朝起きて弾いて、夕方は先生とレッスン、夜は防音室にこもりきり、こんな生活もう何年もしてきた。でも入賞の文字は見えてこない。楽しいとか悔しいとかもうどっか行っちゃったよ。僕がやってきたのは昨日じゃない、作業だ。うん、それは過去の話でしょ。今の子はもう違う。自分で選んだの、私との効率的な特訓を。そうだけにね。なんだそりゃ。聞いてってくれませんか、私たちの成果を。お遊びの成果を。そう、何事も楽しく、練習あるのみですから。森村、こう、曲は優しさのせいです。よろしくお願いします。レッスンに間に合うなるか、6時までだよ。焦らなくて大丈夫。これはソロじゃない。森村の心の声、私に預けてほしい。自分の中に閉じ込めないであげて。うん、わかった。Thank you.
先生、なんでここに？いや今の時代便利だな。こんなアプリがあるんだってよ。あ、ゼンリー、私も入れてます。マジ？交換しよう。するする。ゼンリー？何これ？ GPS アプリだよ。今時の JK はみんな入れてるんだよ。なるほど、居場所が丸分かりってことか。ん？シオン、どう？あなたの弟、思ってるよりやれでしょ。ミク、久しぶりね。元気だった？相変わらずマイペースね。それで、私の質問に返答は？悪くはなかった。片方ピアノじゃないから、なんとも言えないけど。素直じゃないわね。でも、フォーの欠点であるハイテンポが見られないのには驚いたわ。この前まで、こんな雰囲気出してなかったんだけどね。さては、男になってね。ちょっと聞こえてますから。っていうか、なんで松尾さんがここにいるんですか？それはですね、専属調理師さんのお宅がこの近くだったので、私がミキ様、いえ、ミキさんの馬となって、背負って、ここまで。マネージャーさん。ミク、お前またまでちゃんと遊んでたのか。この人まだ言ってたの？この子がおぶっていきたいって言ってたから。秘宝、ミク、ブース疑惑あり。女性の安否はいかに？あなた、もしかして私のファン？いつも応援ありがとう。え、やるみくん、何か掴めたみたいね。この前とは別人みたい。あ、ありがとうございます。いや、本当にその通りだよ。ピアノとバレエの日で聞いた時は編集になるのか不安になったけど、逆に良かったと思うよ。演壇と違って隣にいない分、いい刺激になったと思いますよ。なんかそこまで言われちゃうと、なんて、お前がテレビもじゃねえぞ。キモいんだよ。ピアノこいつパオン。もういい、トイレ行ってくる。行ってこい。あ、ちょっと待ちなさい。少年、言いたいことがあるならさっさと言った方がいいと思うけど。え、何のことですか？とぼけても無駄無駄。人間何があるか分かんないんだから、言いたいこと、やりたいことはその時実行、その時発言。後悔のない人生を送るって簡単そうだけど、一番難しいんだよ。要するに、程よく自由に動けってことですよ。まあ、未成年なら多少の自重心は必要ですが。そうですよね。まあ、とにかく、明日のリハでも我慢するのはやめなさいよ。立場とかくだらないものを気にしてもしょうがないから。わかってるわよ。今日の予定くらい覚えてるわよ。私のことを、そんなに低能だと思っていたの。あ、先生、わかる。私が三つ様にお時間のせいじゃん。LINE でもよかったのに。なんとなく顔が見たくなったのよ。頑張ってね。まさに嵐、トルネード。ちょっとどいて。ハリケーンブリグス。ミクのやつ、自分で立ち話したが言ってたくせに。あのさ、何？そのごめん。ごめん、なんでコウ君が謝るの？ほら、教室で偽善者とかいろいろ良くないこと言っちゃったし。そんなこと気にしてたの？その時の私も確かにしつこかったと思うし、それならさっきの私の方がひどいことたくさん言ったよ。さっきって？ほら、彼女との練習のことを、お遊びとか、一人よがりな演奏とか。ああ、確かに言われた気がする。
こそごめんなさい。いやいや、そんなこといいのに。もうお互い謝ったんだからギスギスしない。てえな、力量メーターぶっ壊れてんのかお前。よし、調子戻ってきたな。もともとこんな感じです。その調子で親子の空気も柔らかくしてこいよ。いや、それはちょっと早すぎる気が。大丈夫、ポイントさえつかめてればなんとかなるから。頼れる姉ちゃんの顔言ってるぞ。本番前に全部片付けてきたいなよ。いざとなったらピアノ弾かせて黙らせちゃえばいけるって。分かったよ、でもちょっとだけだからな。てかお前松尾さんみたいなこと言ってるけど、さらっとエグいこと言ってたな。もしかしてただのファンから部下2号に昇格？あれになりたいのか。あの演奏ならあの2人も納得すると思う。そうかな。コウ君が自分の気持ちを話してくれてよかったよ。いつものだんまりだとやっぱり分かんないからさ。あの二人もきっとそう思ってるよ。急に話に戻るな。これだけは信じてほしい。うん、分かった。今日はまっすぐ帰るから、うん、じゃあ私もバイト先に寄ってくから帰るから、またね。あいつもちょっとずつ変わってきてるんだな。って、大学生じゃむしろ遅いくらいか。それくらい、こじれてたってことですね。森村家は全員 AB 型の左利きっていう家系だから、みんな変人なんだよ。何それ、そんなことある？多分、日本ひっくり返してもいないと思う。あっと、そんなラブラブしてるとこ悪いんだけどさ。してません。わかったわかった。あのナッコ。何ですか？お前の留学の話が出てきてるんだ。え？はい、さまざまな国で学ぶことで違う角度からの発見があり、自身の成長につながっています。そうなんですね。一番思い入れのある国とかありますか？やっぱり一番最初の国であるドイツですかね。本当に迷ったんですけど、友人が背中を押してくれたんです。何事も一番最初っていうのは緊張しますよね。今でも忘れられません。その人、僕の背中を思いっきり叩いて、こうなら大丈夫だよ、だってこうなんだからって言ったんです。意味わかんないですよね。はい、ストレートだけど、だからこそ直接心に来ました。とても感謝してます。またデュエットしたいです。となると、その人物は松尾美久さんですか？ああ、いえ違います。でも松尾さんとは今でもよく食事に行きます。どんなお話をなされてるんですか？やっぱかっこいいね。俳優とかもさ、やってみればいいのに。って、りんちゃん？え？顔真っ赤だよ。そんなにファンだったの？その反応、もう恋してるみたいだよ。そんなんじゃないって。でも、ん？あの人、間近で見てもそんなかっこよくないよ。え、それって会ったことあるってこと？内緒。え、ほら、
練習始まっちゃうよ。行こう。教えてよ。道具だけ持って。